な。はい、はい、じゃあ青井さん今日はよろしくお願いします。お願いします。今ですね、見えるかな、よいしょ、草木ダム展望台、草木ダムまで来ました。マス夢のある本庄から、スーパーでお買い物して、で、今日は足を渡良瀬川の上流の松木沢の支流に行きます。車止めから約7キロ。あ、どこから？あ、車から、その支流に行くのに、そう、尾根越えしなきゃいけないんだけど、その尾根の取り付き、尾根越えの取り付きまで7キロ、で、そこから250メートルの距離で250メートル上がるから、だいたい平均したとで45度、でも最初はなるくて途中から急になるから、まあ場所によってはね、あの垂直まで行かないけど、60度70度のところを這いつくばっていくという感じでございます。で、多分あの青井くん、自衛隊っていかがですか？多分ね、みんなが気になると思う。自衛隊ですか？自衛隊、あ、まあまあきつくもあるけど楽しいですよ。どんなところが？まあなんでしょうね、自分のためになることが多いですね。あとは精神力、精神力が、まあ極限というか、ああ結構追い込まれる、まあ、追い込まれるところがあるんで、うん、それはまあ体力、なんだろう、なんかその訓練とかでも追い込まれるんですけど、はい、日常のことですよね。その生活してて、まあ外でも中でも一緒だと思うんですけど、どんどんそれが、まあ例えば1週間だと、まあ水曜日とか疲れが溜まってって、そこでまあいろいろ不安定、ストレスが体に溜まることがあるんで、そのまあどうやって自分のマインドをコントロールしていくかみたいな。あれ、休みっていうのは、はい、基本的に土日が休み、土日はもう間違いなく休みですね。あ、これ休みなんだ。まあ、訓練とかでそのやっぱ土曜日とかになっちゃうと、うん、まあ、その代休みたいなので、あ、やっぱり月曜日が休みだったりとか。あ、なるほど。じゃあそれは、あの普通にお仕事してる人と同じ感じ、はい、週休2日は必ず取らされます。有給みたいなのってあるの？有給も一応国家公務員なのかな。ああ、有給もある、ありますね。ああ、はいはいはい。やっぱりまあ例えばどうしても人間なんで、風邪ひいちゃったりするじゃないですか、はいはいはい、まあだから仕事に出れない、はいはいはい、要はずっと居室のベッドに横になるとか、あ、そういうので有給は消費されちゃうのかな、分かんないけど。じゃあ使ったことないんだ、まだ。じゃあそうするとか、あの例えば風邪ひいちゃいました、はい、で、居室っていうのが、まあ、複数人で使うんだろうけれども、隔離されます。あ、それはやっぱり隔離されるんだ。隔離されます。なるほどね。そうかそうか、そうだよね。だってお家帰れないもんね、はい。じゃあ朝起きて、あれ朝何時、6時に起きる？6時ですね。例のラッパで、はい、深い極まります。例のラッパで起きて、で、まあもうそこでね、自衛隊の人っていうともう朝6時からお仕事スタートみたいな感じだけど、まあ実際もう寝るのも仕事ですし、起きるのも仕事なんで、まあ、そうだよね。だけど家業始まるのは
8時かな。家業っていうのは、普通に訓練だったり、その座学だったりとかってあるでしょ。まあ伝統、はい、朝6時に起きて、はい、まずやることは、まずやることは、はい、健康ですね。あ、健康、はい、あ、健康の前にベッドメイクをパパッと終わらせて、おお、とりあえず整理整頓、はい、それで天候に向かいます。で、天候の時には、はい、その、まあ、同期の人って言ったらいいかな、はい、がその何十人かいると思うんだけど、それがみんな、はい、あの学校のホームルームじゃないけど、はい、体育の授業の時みたいにバッて並ぶわけですね。はい、おー、その区体ってのがあって、はいはいはい、区体ごとで並びます。で、並んで、はい、で、点呼を取って、それが6時何分くらい？6時10分とかですね。あ、10分ね、はい、なるほど。じゃあその10分の間に、はい、あのヘッドメイキングして移動して、うん、そうですね、はいはい、で、点呼を取って6時10分です、はい、次は？次はもう掃除があります。あ、毎日？はい、はいはい、20分、まあ15分くらいは掃除して、おお、そっからもう食事が何時からです？6時半、はい、おお、早いかな。まあ人にもよるけど、まあ、6時半で駆け足で行って、はいはい、食って戻ってで、まあ40分いや40、まあ50くらいですね。50分くらい戻ってきて、6時50分に、またその部屋に戻ってきて、まあ、着替えなり、あと洗面、歯磨き、はいはい、まあ、用足し、はいはいはい、あと着替え、はいはい、とかですね。ちなみに、はい、その朝起きて、その訓練する用の服に着替えるまでは、はい、何を履いて何を着てるの？面白くて、うん、まあ、すごいカルチャーショックだったんですけど、うん、ジャージ下なんですよ。あ、で、まあ、靴は、まあ、運動靴っぽいのだったら何でもありで、はい、ジャージが下 で上は戦闘服羽織ってるんですよ。ジャージに戦闘服？戦闘服。寝るときは？寝るときは T シャツ。寝るときは、まあ、みんなジャージが多いっすかね。まあ、寝巻きというか。あ、なるほど、はい、じゃあ、 あの映画のフルメタルジャケットみたいにさ、みんな白い短パンに白いシャツじゃなきゃダメとかっていうわけじゃない？まあ、ないですね。あ、なるほど。昔はあったかもしれないですけども。あ、じゃあそこは今はあのカラフルなわけね、みんな。まあでもとりあえず前期の教育ってものは統制があって、うん、その統制のジャージ、あ、なるほど、着たりして。あ、なるほどね。で、今はもうあのいろんな教育隊から後期で集まってきてるんで、はいはいはい、その統制が、まあ、効かない部分もあるんで、おうおう、まあ、その辺は、まあ、割愛というか。なるほど。で、6時50分に戻って歯磨きしました、うん、で身だしなみ整えます、うん、で次にその部屋を出るのは、まあ、25分とかですね。あ、7時7時20分、はいはいはい。で、魔稽古に向かいます。半に始まる。魔稽古？魔稽古って言って家業の、家業っていうのはその訓練の訓練、はい、家業外にある、まあ、体力作りみたいなのがあって、はいはいはい、まあ、きついっすね、それが。朝の7時半から結構激しい運動したりして、お、まあ、しない時もあるんですけど、その運動っていうのは、ジムみたいなところでウェイトをやるの、それとも、ね、走ったりとか、ただアスファルトみたいなところで腕立てをやったりします。で、それを半からやって、じゃあ8時に家業が始まり、まあ、それに間に合うように終わらせて移動。そうですね、はい、で、まあ、朝礼があったり、はい、で、まあ、8時スタートで、はい、まあ、途中休憩とかもあると思うんだけど、はい、で、お昼ご飯、お昼
だけ。お米はよそり放題ですね。あ、おかずが決まってて、はい、ご飯はよそり放題。はい、なるほど。で、それってあのあれ、駐屯地には当然いっぱい人がいると思うんだけど、はい、膨大な量のご飯が毎日消費されるわけで。思いますよ。だよね。結構な量だと思いますよ。まあ、多分あの人数とかはあのいろいろな秘密に引っかかるから言えないと思うんだけど、まあ、あの多分10人とか30人とかっていう数じゃないぐらいの人たちがわしゃわしゃ食べるわけで、うん、そうですね。駐屯地に食堂って1つしかないんで。おお、2つあるところもあるのかな。まあまあ大きければね、うん、で1時に、午後の作業が始まって、で、それが何時にまで、1時から今度5時までですね。5時まで、はい、で、その作業が終わりました、はい、で、終わった後は、終わった後は、まあ、まず大社に戻りますね。はいはいはい。で、まあ今日は猿がいる、はい、まあ、今日疲れたねみたいな、そういう話をしたり、あとはの中でバラバラに適当に、あ、とりあえずバディ以上、バディ要は2人以上が原則なんで、あ、行動が、はい、あ、なるほどね。うん、4人で行くときもあれば、あ、なるほど。じゃあ複数人で一緒にお風呂なわけね。はいはい。あれで、ね、お風呂から上がって7時7時20分とか、はいはい、ですよね。はい、まあ、15分とか、はい、で、あと帰って、はい、時間かかるんですよね。めんどくさいことに、その靴磨きも毎日なわけね。その繁盛化磨きっていうのがあるんですけど、はい、まあ、毎日身だしなみの中なので、はい、毎日やんなきゃいけなくて、はいはい、まあ、まずホコリを落としたりとか、はい、ホコリ落とした後に墨つけて磨いて、はいはい、で今度ワックス、はいはい、先端つま先を光らせるんですよ。はいはい、なんで光らせるのかなと思いながら光らせるんですけど。光らせて、はい、で、その後
11時です。出るのは11時、はい、その前消灯が11時ってこと？消灯が11時って、はいはい、で、まあ、その間に、掃除があって。あ、また掃除？掃除があります、はい、まあ、大体20分くらい、はいはい、掃除が。で、あのさ、毎日服をプレスするわけだけど、はい、洗濯も毎日するってこと？それが、素晴らしい。